12月も半ばを迎えて年の瀬ももうすぐそこ、残り3週間を切りました。ということで今日の特捜Qチームは正月に関するニュースからです。はい、お正月のごちそうを楽しみにしている方も多いと思いますが、今食材の価格が高騰しているようなんです。そこで今日の特捜Qチーム、こちら正月食材が高騰、そこには様々な理由がありました。去年に比べて一番値上がりが幅が広いのがやっぱもうこうカニですね。カニ類はものすごく高くなってます。福岡市中央区の中西鮮魚店、カニの価格が去年に比べ7割から8割ほど高騰しているといいます。こちらのズワイガニ、去年は1箱8500円でしたが、今年は1万4000円から1万5000円で販売する予定です。コロナ禍で取りに行けてないっていうのがあるだと思います。数の子の価格も値上がりしています。去年あたりでもグラム500円ぐらいで売ってたんですけれども、だいたい今年の相場でいうとだいたいグラム600円ぐらい、だいたい自分たちもつけて売りたいところではあるんですけれど、ちょっとやっぱお客様たちにも誤算あんまりかけれないので、ちょっとグラム550円でつけて売らさせてもらってます。福岡の正月といえばブリですが、こちらも今年は多分全体的に上げ相場だとは思います。例年に比べて海水温が高く漁獲量が少ないとのこと。こちらでは例年並みの価格で仕入れたということですが、福岡魚市場によりますと取引価格は去年の倍になっているということです。一方こちらも価格が高騰。おせち料理に欠かせないかまぼこです。まあ、10% 前後は値上がりしないといけないかなと思ってます。本当はそれじゃ足りないんですけど、どこまで企業努力ができるかどうかはちょっと今は本当に不安です。福岡市博多区の専門店では正月用のかまぼこをおよそ 10% 値上げします。その訳は、このアメリカンスケソーダナを使って私たちかまぼこ作ってるんですよ。この1年でね、2回値上げが合ってるから。でも来年のまた春からのシーズンになったらまた値上げはもう間違い確定してる。かまぼこの原料スケトウダラはコロナ禍で漁獲量が減少、そのため1年前に比べ 20% ほど高くなっています。さらに原油高による輸送費の高騰なども追い打ちに。その影響はかまぼこ以外の商品にも広がっているといいます。かまぼこ、ちくわ、まあ、おでん材料、天ぷら、博多でいう丸天うどんの丸天、まあ、ああいうのもすべて私たちはもうだいたいスケソウダラがメインで作ってますので、もう間違いなく値上げはしないといけない、もうギリギリのラインを越してしまってますので。お正月で使うお野菜といえばカツオナですが、もう出てますね。大きいです。福岡市中央区の青果店ではカツオナを一束213円で販売。例年に比べると2倍の高さだそうです。日中は暖かいんですけど、やっぱり朝晩急激に冷えたりしますし、もうこういうのはもう結構もう老人ものなので、畑で全部できているもの、ハウスじゃないもので、やっぱそういう影響もあると思うんですよね。カツオナの価格や仕入れは変動が大きいため、お雑煮に必ず入れたい人は店で見つけた時に買っておくことがおすすめだそうです。年末になってギリギリ、まあ、葉っぱ自体もちょっとこうランクが落ちたりするのが入ってきたりする可能性もありますし、結構、まあ、いいものを見つけた時はもう早めに買って、冷凍が効くので冷凍された方がいいと思います。また正月食材で使われるごぼうの価格も例年に比べるとやや高め。産地の青森では夏場に雨が多く気温が高めだったことも影響して、1本138円と例年より1割ほど高いそうです。まあ、大きいのは大きいんですけどね、やはり今から先年末になるとちょっと細いたたきごぼうとかできるような細いのが入ったりすることもありますし、まあ、ごぼうも別に野菜では冷凍もできますし、
まあ、青森産は特に柔らかいからですね。月曜レギュラーは日本経済新聞社堤編集部長です。よろしくお願いします。まあ、VTR に出てきたブリ、かまぼこ、カツオナ見てもこの値上げというのは本当に家計を直撃しますよね。うん、そうですね。まあ、その値上がりの原因というのはですね、そのお魚で言えばその不漁があったり、まあ、原油高もありますよね。うん、まあ、そういった様々な要因が絡んでるわけです。ですけれども、まあ、12月というのはその1年で最も魚が売れる時期ですよね。はい、まあ、そういった中でですね、まあ、もともと年末に向けてこう値上がりしていくトレンドではあるわけですけれども、はい、まあ、特にその正月食材が例年よりも値上がりしているというのは消費者にとっても事業者にとっても痛いですね。そうですね。そして県内だけではなくて正月食材の値上がりというのは全国的に相次いでいます。はい、先ほどもお伝えしたブリの価格ですけれども、養殖物は5割高となっています。去年コロナ禍の対策として水産庁が販売促進事業を展開した結果品薄になっています。鮭は北海道で不漁が続いていて、イクラは過去最高の水準で推移しています。北海道釧路町ではこのようにウニの死骸が海岸に打ち上げられました。北海道の太平洋側では赤潮によるとみられる被害が拡大し、ウニやサケ、貝類の不漁が続いているということです。ということで正月食材の値上がりの要因というのは様々なんですが、他にもマグロはコロナによって海外で出漁の見合わせが相次いでいて、カニに関しては日本海の漁獲枠が1割減ったことや、海外の需要が増えて輸入物も値上がりしています。そして数の子ですけれども、主な産地の北米で加工場の人手が不足して流通量が減っているんです。これから正月食材を買っておせちを作る人というのは財布に響くと思うんですけれども、一方でおせちを販売している会社に今日話を聞きました。博多久松ではすでに今年3月原材料の仕入れ価格を決定しているために、今年は値上がりの影響はないというお話をされていました。まあ、ただこのまま値上がりが続けば来年のおせちに影響が出る可能性もあるというお話をしています。で、去年より1万個多い17万個販売しているそうなんですけど、残りも3000個になっていまして、はあ、かなりその例年と比べても売れるのが早いという話はしていましたね。なるほど。私ももうおせち料理予約を済ませたんですけれども、はい、まあ、その先に予約した人はもう値段が確定しているので、まあ、その値上がりの影響っていうのは少ないと思うんですね。はい、ただその私がいつもその買い求めている料理屋さんにちょっと先週話を伺いましたらですね、やっぱりその食材がとても値上がりしているので、もう早めに仕入れられるものについては仕入れてですね、はい、そのもう冷凍できるものは先ほど VTR にもありましたけども、冷凍しておくとか、野菜も冷凍しておくって言ってましたもんね。で、食材も他の食材も冷凍したり、途中まで作った状態にして一旦冷凍するとか、はい、まあ、そんないろんな工夫をして、まあ、その価格にこう転嫁できない分ですね、自助努力で何とかしようとしているという話でした。うん、まあ、ただおせち料理をね、ご自身で作られるご家庭も多いと思うんですけども、そういった方がその食材を買うケースはやはりこの値上がりの影響大きいと思いますね。まさにこれからその正月食材を買っていおせちを作る人っていうのは、うん、いつもと違う食材をこう選ぶなどの工夫も必要になってくると思うんですが、うん、そうですね、まあ、ちょっと暗い話ばかりでは はなくて長期的に見るとすみません明るい話もあるんですよね。はい、そうですね。クロマグロ皆さん好きな方多いと思いますけれども、はい、まあ、今年の相場には間に合いませんけれども、まあ、来年はですね、漁獲枠を 15% 増やすと、国際的な枠組みで決まりましたので、ひょっとすると、まあ、マーケットのことは分かりませんが、漁獲枠が増えればですね、ちょっと値段は下がったらいいなというところですね。そうですね。現時点でおせち料理販売している業者には影響はないということですけども、まあ、私たちも事業者もちょっと工夫知恵を出さないといけないような正月になりそうです。